画力ある人がいっぱいいる。そう、増えたんですよ。増えた。なんかイチゴが話し合ってる。上手。すげえな。こういうのもある。だね、大きくなった、ね、すごい。写真撮っちゃおう。真ん中のその今写真撮ってる子が、うん、あんまりちょっと元気なかったんですけど、うん、その肥料をあげたらちょっと復活してきて、うん、これすごい大きくなってる、ね、かわいい、大きくなってる。で、作業状況としてはね、花のつぼみが、うん、ちょこっとずつ出てきてて、でもそれは今いらないんで取っちゃってて、花が咲いちゃうとそれがイチゴになってくるから、でも今は株を大きくすることが大事なので。何月ぐらいまで花は取っちゃうんですか？植えてから45日間はそのまま花は取り続けて、でそれ以降からはどんどん花も育てるために肥料もちょっと濃くしながら育てるっていう感じになってます。ゴールデンウィーク明けくらいから花はどんどん残してっていう風にやろうと思ってて、これが二芽なの分かりますか？株が1個に対して芽が何個も出てくるじゃないですか、うんうんうん、いっぱい出てるね。そうそうそう、でこれか、そうそう、これが、うん、あのこれ大きいのが一芽で、この2個目がこの二芽、脇芽っていうんですけど、これも取らなきゃいけないんですよ、うん、で取ってその主体となる株をどんどん大きくして、これを大きくするためにこれを出さないんですよ、うん、そう、ここ出てきてるやつ勉強になる。葉っぱちぎるのと一緒で普通にペンで取ってもらって大丈夫。おー、取れた。そうで、この葉っぱももういらないんで、これも取っ、うん、取っちゃって大丈夫です。でっかいやつも取っていいと。これが芽かき、葉かきだ、ね、そうです、そうです。そういう方で、これがランナーなんですよ。おー、ランナー伸びるときに根っこも一緒に伸びるんで、いい感じに張って45日経ったらこれも取っちゃうって。今は残して45日以降はランナーは取る。ずっと取り続けます。取り続けて。そう。で、大体いちごの収穫が終わってから新しい株を取る。そうです。伸びてきて1個目が太郎で2個目が次郎って言うんですけど、うん、で太郎はその親株の病気とかも引き継いでる可能性があるので、できれば使いたくない。だから次郎からどんどん使っていきたいから、伸ばす時期をなるべく早めにしないと。その太郎を使って株を増やさなきゃいけなくなっちゃう。時期を考えながらランナーは伸ばす。でもランナー伸ばしちゃうとそっちに栄養がいっちゃうから、このイチゴが育たないっていう風になるから。おいしいイチゴを食べた後、その後はランナー伸ばす。そうですね、だいたい8月ぐらいからかな、ランナー伸ばすのは難しいんですよ、ランナー伸ばす時期が。この葉っぱもじゃあ取っていいかな。うん、全然取って大丈夫です。なんかイチゴって5枚が葉っぱ、その一つ一周分、うん、で次が6枚目っていう感じになるんですよ。だから5、6枚が一応ベスト。あ、これもじゃあ脇芽。あ、脇芽取っちゃってこれ大丈夫です、ね、うちのやつこんなに葉っぱ伸びてないね。あの、あなた買ってきたそのさ HB101 をさシュッてやったらどう？せっかくあれ買ってきたけど使ってないよね。まあ確かに。ちょっとでかいやつが親の葉っぱ。じゃあめっちゃちっちゃいやつだったら、ちっちゃいやつは取っちゃって大丈夫。これは新しい芽が出たばっかだもんね、うん、これも出たばっかだよね。あ、でもこれもあの新葉が2枚あるってことはもう2芽なんですよ、うん、これなんで、これはいらない、取っちゃって大丈夫。これだ、あ、でもそれはいらない、葉っぱから取っちゃっても大丈夫。葉っぱは取っても、うん、大丈夫。この芽だって、これが残す芽でこっちを取る芽だって。倒れかけてる、倒れてるやつを取ればいい。この葉っぱもいらないから、この葉っぱもいらないって。下向けて外向ける。あとで取れた、取れた、めっちゃ綺麗、取れた。1、2、3、4。あ、で 5までは1。そうです、13人の畑になってる、うん、これすごいよ、これこれすごいよ。ここの4半やばい、うん、大きいね、大きいね。ここはもう一番最初に植えたところだから。また勉強させてもらいました。じゃあ今度はソフトクリーム食べに。あれあれ、お花を取って、そうなんだよ、このさ、この種類によって違うのかな、これ、うん、これどっちがメインかわかんないね。こっちにも出てるよ、これがメインか、こっちが赤き大将か。これも花のがいっぱいついてる。お花の芽がすごい短くていっぱい花が咲いちゃってる。これはいかんのだね。とりあえずこんな感じ。こ
これが多分うちで冬越ししたやつ一番元気だね。